こんにちは、豆腐と言います。今回も鴨大戦区立っていきます。前回は朝日さんがエースとして覚醒しました。その勢いに乗るように変人コンビが主張、速いと高いマイナステンポプラスドンジャンプ、これを全国で初挑戦。この挑戦が成功するのか、それも見どころではあるが、今回スポットを当てるのはホテルコンビ。個人的にずっと謎だった一コマがあります。それがこちら。注目したいのは山口というより日向と山口2人の位置関係、感動的な作者の思いが込められています。最後まで見てもらえたら嬉しいです。それでは今回もどうかお付き合いください。第2セットの終盤、乱れたボールをナイスレシーブと言い切る影山、誰にあげるか選択を迫られるその時、背後に何かを感じた。そしてドンという音がコートに響く。ここまで持ってこいという日向からの脅迫、昼髪の形相からもスピード感が伝わります。練習でやったことないマイナステンポプラスドンジャンプ、ボールは日向の手のひらに吸い込まれる。まさにドンピシャ、速いと高いを実現。この攻撃に多くの人が驚愕する。まずはお手本のような反応を見せた人物、宮城の鉄壁青音。思わず立ち上がってしまう。さっきの日向の攻撃がブロック流せであることがよくわかる。早く、そして一段と高い。会場も大盛り上がり、数々の猛者が簡単をこぼす中で、鷲城先生は無言を貫いていました。表情が見えないけど驚いてないから無口というよりかは、驚いて言葉を失ってるんでしょう。同じような反応を高麗もしていた。言葉を失って開いた口が塞がらない。肝心の日向はあぐらをかかず影山を称賛。日向ももちろんすごいけど、やっぱり影山の立つが神業みたいです。影山は素直じゃないから日向の手を振りほどくけど、喜ぶどころか違和感を覚える。この流れで辻褄の合わない表情、この伏線はもう少し先で回収されます。日向の速さと高さ、目の前で体感したブロッカーの反応、高かったことを確認し合う。ベッシュがしょうもないことを言ってるけど切り込みが遮る。嫌なの見ちゃったな。この発言は日向に新たな選択肢が増えた厄介さを表している。黒がこんなことを言っていました。チビちゃんはマイナステンポの攻撃の存在自体を衰えにしつつある。ブロッカー視点ではあの攻撃がある。その情報だけで厄介さが増す。新たな情報をひるがみは見てしまい知ってしまった。踊りの日向にとって武器は行使しなくても持ってるだけでも強力。高いとは言っても会場一の跳躍ではない。高く飛ぶって言ったって高さには限界がある。あの身長だし、じゃあ高くを早く、この2つの両立はもちろん毎回できるわけじゃない。十分な助走とかセッターの余裕とかいろいろ条件はあるだろうけど、この2人が下を巻くことの神業、高野豆腐派の黒とスポンジ派の研磨、仲いいのか悪いのかよくわからん。最後はこの2人、昨日優勝候補の俺たち相手に実験ぶっこんできた日向翔陽、その実験を成功させた。もう一段階上の高さへ最短のタイミングで到達。ただし飛び尾くんがセット可能な範囲の最短。この厚めの感想、僕は後半部分に触れました。高くて速いのもすごいけど、影山のセット可能な範囲内という条件を満たしながら実現していたから。そして特筆すべきはこの逆算を感覚で行っていたこと。理性というより本能で動いている。末恐ろしい。宮兄弟でさえうなる変人コンビ、やっぱカラスも1年やばい。そんな空気が会場を積む中で、俺を忘れないといいようにエースがぶった切る。変人コンビは確かにすごい。でもあくまでエースは東根朝日。鴨居大たまらずタイムアウト。朝日さんの様子を鴨居大の監督はこう語る。彼は胸をすくうようなプッシュ以降、何か解放されたような雰囲気だね。解放されたという表現はとても適切だと思います。自分自身の縛りから解放された朝日さん、全国屈指のスパイカーとなりました。観客席に耳を傾けると、流れはカラスの上傾いているように感じます。鴨居大の観客視点では、あの侍エースのサーブを切ってほしい、その思いが届いたのか高麗が挙げた。しかし次はガオのスパイクを第3が挙げる。前のめりになりそうなこの展開、日向は冷静に状況を整理。これはドンジャンプの速攻をやるには時間が足りない。今は幅で勝負。速さも高さも幅も、要は使いどころ。縦横無尽に飛び回って相手を翻弄。ドンジャンプの直後だから緩急がすごい。止まらないカラスのついに3点差。このセットはどうしても取りたい。ドンジャンプは強力だけど十分な助走が必要だし、ラリー中は特に難しい。どう使うか日向も思考を巡らせる。朝日さん3回目のサーブ、攻めのサーブはネットイン。運もカラスの上で傾く。流れは完全にカラスの、そう思っていたが、対戦相手鴨居大はそんなことを感じていなかった。相手が乗ってんなって時、天も相手に味方してるみたいな気になる。けど特にそんなことはない。野沢さんが冷静に対処、慌てる様子もなく、各々が淡々とできることをやる。ガオをおとりに使った攻撃は見事だけど、今のカラスノは調子がいい。おとりに釣られずきっちり3枚ブロック。
すぐるもカラスのキレキレとうなる。カラスのブロックは見事、それを超える小さな巨人。美しいブロックアウト、いいブロックだからこそ指先が狙いやすい。カラスのイケイケの空気をカモダイは交付感する。俺たちに流れはない、あるのはいいあるいは悪いプレーの連鎖。つなぐのも断ち切るのも自分ら次第。コートの中に手に負えないものなんかない。スポーツをやった人なら誰でも経験あると思いますが、流れがいいと調子が良くなり、流れが悪いと調子が悪くなる。でも冷静に考えれば、その場で実力が急変することなんてなくて、結局メンタル的な問題。カモダイはブロックだけじゃなくてメンタルも難攻不落だからこそ、どんな流れでも一定のパフォーマンスを発揮できる。昼髪のジャンフロ第3からエースをもぎ取る。第2セットどっちが取るか最後までわからない。もう出し惜しみなんてしてる場合じゃない。山口2度目のピンチサーバー、ビビリピンサーと呼ばれていた彼はもうどこにもいません。この後ホコタテコンビが最高の感動を見ます。ここでサイコ姉さんが一つ疑問を浮かべる。牛若と戦った時、牛若に対してカラスの一番高い壁がマッチアップするロートにしていた星海にもそれをやらないのか。相手のエースに高い壁をぶつける有力な戦略に思えるが、宇大さんたちが中国、星海にとって壁は的にもなっちゃうからね。ブロックアウトを狙う的、強いブロック当てがうに越したことはないだろうけど、最優先ではないかも。コーラにとっていいブロックは的でもある。ブロッカーとしては嫌なスパイカーです。それはそうとして、初心者サイコ姉さんがバレーに詳しいことに宇大さんが驚く。カラスの応援しているうちに少し詳しくなったみたい。笑っちゃうシーンだけど、これは我々読者も同様。配球を読んでるうちに気づいたらバレーに魅了されている。解説おじさん以上に作者冬大先生に感謝。点数は23対22。サーブは昼髪のジャンフロから。この回第357話、タイトルがシルベ2。配球でよくあるタイトルに2がつく表現。最初のシルベは第298話猫魔戦です。山口がピンチサーバーとして入り、月島とサーブ&ブロックを決めました。矛と盾を連想させるこの2人、また山口のサーブで崩して月島のブロックが決まるのか。そんなことが容易に想像できるタイトル。霧髪のジャンフロー、2度目はないというように第3渾身のレシーブ。日向またも冷静に思考。速さか高さか幅か、今いけるというのはドンジャンププラスマイナステンポ可能なんでしょう。でもあえて紛れるを選択。うるさかったやつが急に黙る。ブロッカーとしてはそれはそれで厄介。数に加えてファーストテンポプラスドンジャンプ、畳みかける日向とこれに合わせる影山。ここに来て一層丁寧な助走とジャンプ。先にジャンプしたのは日向。しかし出遅れてもすぐに追いつく2メートルガオ。拮抗する空中戦、制したのは日向。それでもフクロウたちはガオの方の大野く。2メートル普通にでかい。僕とさんらしいシンプルな感想。でもこうやって見るとやっぱりでかい。次は捕まえてやると脅しをかける。こんな巨漢に脅されたら縮み上がりそうだけど、日向は真反対のリアクション。なぜか嬉しそう。なんか思ってたのと違ってガオも困惑。逆に気味が悪い。月島も同情する。日向が脅されて喜ぶ理屈、我々は分かりますね。日向の役割は劣り、一番の屈辱は無視されること。普通のスパイカーのテンポ、ファーストテンポやサードテンポより速いテンポのマイナステンポで飛び出してそれを無視されるのが最悪のパターン。おとり特有の快感はマイナステンポやばい止めなきゃと相手が焦って止めにかかる。その隙に他のスパイカーが決めること。だからこの言葉はおとり冥利に尽きる。日向には逆効果、とにもかくにもセットポイント。今の1点は大きい。ここでこんな描写が入る。月島の過去、兄がエースでないと発覚したシーン。カラスのエースは兄ではなく小さな大エースと呼ばれる知らない人だった。月島は小さな彼らをこう呼ぶ。体が小さいだけのモンスターたちだけという割にはモンスターと評価している。一見矛盾した一文だけど、要は小さいだけで努力を惜しまなかったということ。むしろ小さいのにここまで来ている。この奇跡はまさにモンスター。でも人間だって戦える。この表現、月島らしいし、謙虚さと野心、両方感じられて素敵です。山口がピンチサーバーとして投入される。交代するのはもちろん日向。集中しすぎて実況が耳に入っていない。日向らしい描写だけど、これもあの出来事の伏線になっている。そんなこと、連載当時は誰も知らなかった。元根性なしの山口、昔はサーブから逃げたかもあったけど、もう頼もしさしか感じない。ここ先はガオ、理想はサービスエースだったけど乱すことはできた。それで十分というように月島が分析する。レシーブが乱れて万全のトスじゃない時、ラストは小さな巨人が多い。これだけの情報があればブロックも万全で対抗できる。止めると宣言。月島がこんな意気込みを見せるのは珍しい。それは影山の反応も物語っています。月島が止めてくれる、誰もがそう思った。でもいいブロックだからこそブロックアートの的になってしまうのでは。そんなことを危惧しますが、月島には企みがあった。視線は雄弁。
止めるのではなく意図的に避ける。スパイカーがブロックを避けるシーンはこれまでも何度もあったが、その逆は作中で初めて。誰もが驚きを隠せない中、ひなたは驚くというより自分も駆られているような反応を示す。触ってないことをノーって言うんですね。かっこいいです。月島はいつからこれを狙っていたのか、そもそもブロックアートを見極める練習なんて一度もしていなかったはずと思っていたらやっていたらしい。1年生合宿の時こんなシーンがありました。ポジションボール拾いのひなたを練習に誘った。そして質問までしていた。涌谷みなみとのラスト、向こうの1番がブロックアート狙うってひなたは気づいていた。確かにあの時中島健のブロックアートに感づいてひなた、的にならないようにブロックの手を引こうとしていた。その攻防に月島も気づいていた。結局間に合わなくて吹っ飛ばされてしまったが、月島が聞きたいのはどうやってブロックアートと判断したのか。確かにこれは我々も気になるし、ブロッカーとしては知っておきたいところ。日向の返答試合では値千金の情報になるかもしれない。その答えは予想を大きく下回る回答。月島がドン引きするほど感覚的なものでした。日向に質問をするのは諦めて観察することに。とにかくブロックアートを事前に判断する明確な方法が知りたい。それが日向を練習に沿った理由だった。決して日向がスパイク打ちたいだろうからって自分のブロックレーンで勝して日向に打たせるんじゃない。これだけははっきりしている。そして一つの結論を下す。スパイカーはブロックアートを狙うときフォームではなく視線、視線がブロックの指先に向く。あの合宿で優秀なスパイカーは他にもいた。でも日向ほど空中で見えてる選手はそういない。練習相手にはうってつけ。月島が珍しく積極的だったのはブロックアートで出し抜かれるのが気に食わなかったから。いつか手玉に取ってやる、そんな思いが汲み取れます。実はこんな練習をしていたカラスのミドルブロッカーコンビ小金川が引くほど練習に励む。そして今空中戦の達人星海高麗にしてやった。誰の手にも触れず放たれたスパイクはそのままコート外へ。つまりアウト。カラスの得点。第2セットを取り返す。拍手を送るボクトさんと恐るおののく赤足。影山がホッとしているのが個人的に好きです。そして当人月島はどんな反応を見せてくれるのか。あの時のようなガッツポーズか、猫目線で見せた笑顔か。天を仰いでいいほどのファインプレーだが、高麗を見下ろしながらゲス顔を披露。なんか牛馬をドシャッとした時より生き生き締める。非常に残念で最高です。これでブロックアートも簡単にできなくなった。小さなスパイカーたちがビビり散らかす。ナイス判断だけど、ナイスサーブあってこその結果、相棒と仲良くハイタッチ。山口は満面の笑み。月島もこれくらい笑えばいいのに。そんなもどかしさを抱きますが、最高に嬉しいリアクションをしてくれます。嬉しいというのは我々読者にとってではなく、兄飽きてるさんにとって。兄に向かってピースサイン。高々にあげないのがムカつくけど、控えめなのが月島らしい。逆に飽きてるさんは涙を浮かべながら全力で返す。さてこのシーン、この1ページについて語らせてください。話したいことが3つあります。1つは月島兄弟のピースについて、2つ目は山口の存在、3つ目が日向の存在。最後の日向が一番語りたいところなので、どうか最後までお付き合いください。まず1つ目、このピースサイン、これは昔のオマージュになっています。弟は観客席で兄がコート内だった。それが逆になっているおしゃれな表現。顔大戦の月島のピース、兄アキテルさん視点で考えてみましょう。アキテルさんはどんな気持ちでピースを返したんでしょうか。白鳥沢戦の時こんなことを言っていました。弟の K は偏屈、でもそれは多分俺のせいが大きい。この発言、そして二人の過去を改めて、僕は次のようなしこりをアキテルさんは抱いていると思っています。俺が嘘をついたせいで弟はバレエの情熱を失ってしまった。きっとアキテルさんはあの日からずっと弟から青春を奪った罪、その罪悪感を背負って生きている。兄弟の仲も多少変わったでしょう。あんなにバレエが好きでお兄ちゃんが大好きな弟はもういない。兄がそうさせてしまった。弟には少なくともバレエが好きであってほしい。バレエをやってよかったと思ってほしい。この二人の関係性は黒と研磨、猫魔コンビの関係性に似てると思います。研磨が黒にお礼を言ったこの名シーン、我々はなぜ感動したのか。それは黒の中であるしこりが払拭されたから。これは春高初戦の前夜、黒の発言。バレエ始めた頃から中学まで研磨はよく、特別練習がきつかった人が試合の後とかに熱を出していた。やっぱ引きずり込んだ身としては多少罪悪感があってですね。でも全国で舞台まで来たらちょっとはやってよかったって思えるかなとか思うわけで、つまり黒は研磨本当はやめたいんじゃね。本当はゲームとか自分の好きなことだけしたいけど、俺に気を使ってバレエを続けてるんじゃね。そんな一抹の不安を抱いていた。ヤックンはそういうのどうでもいいんじゃねとバッサリ切ったけど、誘った身の黒としては拭いきれない不安。対して肝心の研磨は淡白だった。続ける絶対的理由もないけど、やめる理由も別にない。どっちでもないは普通だよ。この時の黒が悲しそうでした。黒の不安が完全に払拭されるのは、研磨が気を使うことなく、お世辞でもなく、心
心の底からバレーをやってよかったと思えた時、そんな瞬間来るのか、そう思っていたけど、その瞬間が訪れた。このシーンは黒が報われたから感動が生まれる。だから読者も、研磨、頑張ったという感情より、黒、よかったね、おめでとう。そんな黒に対する感動の方が大きかったと思います。黒の中にずっとあったしこりが完全に払拭された。脱線しましたが、話を戻します。兄、アキテルさん、弟の青春を奪ってしまった。その不安が払拭された。弟はバレーにはまった。そして、兄弟の絆。一度はもつれたかもしれませんが、再び強く結ばれる。それを証明するピースサインだから感動する。やっぱり、ツッキーかっこいい。ツッキーしか勝たん。そんな読者の声も聞こえてきますが、それに追随して、お兄さん、よかったね。これからも弟を応援してあげてください。偏屈なクソ野郎だけど仲良くしてあげてください。そんな声が聞こえてくる。そして二つ目、山口の存在。皆さん、この小回りと配置、作者の意図を感じませんか？僕の勝手な解釈なんですけど、一度もつれた兄弟の絆、つなぎ止めたのは山口です。そんなメッセージを感じます。でも、そう言っても過言じゃないでしょう。ただ信勝くんだった月島、バレーにハマったのは白鳥沢戦、そのきっかけをくれたのは僕とさん。でも、元はというと山口の叫びから始まった。この時の山口はまだ何の実績もありません。実力のある僕とさんが月島に助言するのとは訳が違います。ずっと自分の前を歩いていた親友、そんな月島に全てが劣る山口が喝を入れるのは勇気がいるでしょう。仲いいからこそ言いづらいこともある。でもあの時山口は勇気を出してくれたから今がある。だから山口が2人をつないだと言っても過言じゃない。僕の好きなポイントが山口にその自覚がないこと。見てください、この表情。今のツッキーは俺のおかげなんだぜなんてみじんも思ってなさそう。もう僕が山口に教えたい。この感動は山口があの時勇気を出してくれたからだと。ありがとう、そう言いたい。正直月島兄弟混ざって3人でピースしてほしいけど、それだと山口が俺のおかげと自覚していることになる。それはそれでなんか違う。山口が無自覚なのが好きなポイントだけど、3人でピースしてほしいというもどかしさがあります。そこで最後、日向の存在。ここが一番語りたい。日向が万歳して喜んでる。何も不自然じゃないけど、山口がピースしているように見えませんか？これは僕がそうであってほしいという願望が強くてそう見えるかもしれませんが、作者が山口も一緒にピースさせるように見えます。でももし山口ががっつりピースしたらストーリー的にちょっと不自然。何より山口のおかげだけど、無自覚ってところがエモいのに、それが台無しになる。でも山口のおかげであると伝えたいし、3人一緒のピースも実現させたい。そこでこの構図、兄弟の間に配置して横に日向の万歳を置いた。山口が兄弟の絆を繋いだように見えるし、3人が一緒にピースしているようにも見える。その上で山口が無自覚である、全てを実現させた構図。あくまでこれは僕の願望が強い解釈と思うので、意見があればコメント欄で教えてください。3人のピース賛成派か、いやそれは言い過ぎだろという反対派か、皆さんの意見も頂戴できれば嬉しいです。最高の感動を届けてくれた月島兄弟とその駆け足の山口、試合状況としてはセット数が並ぶ。次回からついにファイナルセット、鴨台戦クライマックスです。今回はここまでにしようと思います。ついに第2セットが終わりました。このセットはローテーションの戦略合戦から始まり、カモダイのサーバーブロック、昼神の過去、アサシさんの覚醒、変人コンビの挑戦、いろんな見どころがあって、最後はここでコンビが締める欲張りセットでした。次の動画からはついに最終セット、カモダイ戦の大きな見どころといえば、小さな巨人、この称号は誰が手にするのか、日向は小さな巨人になれるのか、その結末はこれまでの奇跡の集大成といっても過言じゃありません。感動必至のラスト、最後までお付き合いいただけると幸いです。それでは今回もご視聴ありがとうございました。コメント、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。